うも AD 藤本です、今回の動画なんですけども第1回 AD 藤本勝手に市場調査はい、ということでね、AD 藤本がね勝手にいろんなショップに回って市場調査をしていこうかなと思っております。で、今回は大阪本町にあるベッコンさんに撮影協力をしていただいております。で、今回ね出演していただくのはベッコンの金森さん、金森店長ですね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今回金森さんにいろいろ聞いていきたいのが完成車およびフレームですね、はい、今実際に一番売れているものはどういうメーカー、どういうフレーム、どういうジャンル、なんでもいいんですけど、はい、教えていただけたらなと思います。で、それに合わせてこれから絶対売れるぞこれとか、はい、これからこのメーカー勢い出てくんでっていうのがあったらそれも合わせて教えていただけたらなと思います。わかりました。うちはスタッフが皆さん優秀な人間ばっかりなんで何でも気軽に相談していただけるお店を目指してますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ、早速金森さんにいろいろと完成車の方紹介していただこうかなと思います。はい、どうぞ。 AD 藤本です。はい、じゃあ金森店長、はい、まずは今のベッコンの売れ筋商品教えていただいていいですか。そうですね、まず一つはですね、はい、こちらにありますフィナレロ、もう皆さん多分ご存知やと思うんですけれども有名人気メーカーですね、はい、中でもですね売れるのがこのプリンス。プリンス、これなんでプリンスがやっぱ一番売れ筋とかあります。あのね、やっぱりまずはオリジナリティのあるデザイン、はい、今も正直ちょっとね同じようなデザインが多くなってきてるんですけれども、フィナレロってやっぱりなんかちょっとオリジナリティが強いんですよね。特にねレーサーだけじゃなくてロングライドを楽しもうっていう人とか男の人から女の人までもう本当に幅広い層に受けてるのがもうフィナレロのこの特にプリンスなんですよね。価格もねちょっとフィナレロの中ではお買い得っていうところもありますので余計にやと思うんですけれども、うちでもかなりの人気商品にはなってますね。特に色でこの色が売れてるとかってあるんですか。やっぱり黒と白ですね、黒と白が、はい、でもまあどの色もやっぱり人気ですね、うん、はい、イタリア車の色ってねすごく綺麗でどの色も結構人気まんべんなく出ていきますね。ちなみにプリンス、はい、FX よりプリンスの方が出てるんですか。そうですね、プリンスの方が出てますね。やっぱ値段的にですかね。おそらくそうやと思いますね、値段というのもありますし、うん、やっぱりデザインが気に入ってる方はねプリンスでも FX まで行かなくてもプリンスで OK っていう方が多いんやと思いますね。他に売れ筋メーカーってあります。そうですね、やっぱうちではあとはツードフランスとかでも、人気を分けるスペシャライズドですね。スペシャライズドの場合はですねなんと S-WAX 一番上のモデルばっかり出るんですね。これ意外っすね。そうなんですよ、僕らも ねスペシャライズやり始めた時はこんなにハイエンドばっかり出るんかっていうぐらいちょっとびっくりしたぐらいハイエンド出ますね。もう S-WAX の SLS もこればっかり出ますね。そう、え、じゃあその下のスペシャライズのポンプとかエキスパートよりこっちの S-WAX の方が出るってことなんですか。そうですね、こっちの方が圧倒的な人気ですね。スペシャライズの中でも7割近く S-WAX出ますね。そんな売れるんですね、はい、完成車ですか、それともフレームで売れるんですか。あ、両方ですね、両方完成車でも売れますしフレームから組まれる方もいてますので両方売れますね。特に人気カラーとかってあるんですか。人気はやはり黒系が人気ですね。スペシャライズドの場合は結構黒がやっぱり人気ですね。うちの走行会とかでもスペシャライズド SL7 乗ってる方多いんですけれど黒ばっかり並んで誰が誰のか分からへん時があるぐらい黒が人気ですねこれ誰なんだっけみたいな感じになりますからそれ面白いですね。そうなんですよ、そういうのがありますね。他のメーカーで何かあります。他のメーカーで言うとやはりメリダ、メリダですね、はい、コストパフォーマンスとかも優れてますし性能とか圧倒的にバランス考えるともうメリダっていうのはすごく人気ですね。特にこの空中ダ4000ですね、はい、カーボンフレームで105仕様ですね。このバーレインのカラーなんかもすごい人気なの違うんですか。そうなんですよ、バーレンね正直ね好みがはっきり分かれるんちゃうかと思ったんですけれど意外なことに、意外って言ったらちょっと選んだ人失礼ですけどものすごく人気なんですよ。しかもこれ試乗車なんですね。そうです、そうです、これも乗ることができますんで試乗車ある時とない時がありますのでご希望の時は試乗したいなっていう時はまたスタッフまでお尋ねしていただければ試乗車タイミングが合えば乗ることもできますんで、はい、ぜひその辺は聞いていただければと思います。ちなみにこの今4000はいをご紹介いただいたんですけど、はい、9000、この9000ですねとか、はい、8000、これ8000ですね、はい、8000です、はい、
よりか圧倒的に4000ってことですか。4000ですね。メリダの場合はもう4000が圧倒的ですね。やっぱり値段とデザインとってのが一番マッチしてるのがここなんかもしれないですね。そうです、そうです。じゃあ次はこれからものすごい注目されるだろうっていうブランドだったり、はい、これから絶対勢い出るぞっていうブランドを教えてください。任せてください。ありますよ、はい、もうね今フレームがすごく高いので70万80万皆さんご存知のようにするようになってしまいまして、もうちょっとそういうのをレースでなかなか使えないと思うんですね、うん、もう壊してしまうともう本当に家族がおる方やったらもう何言われるかわからんぐらい痛い状態になると思ってしまうんで、そんな時にですねこのセカセカ、これ今すごい注目されてますよね。はい、これねちょっと言えないですけれども、もうすごく人気ブランドよりも空気抵抗が少なくて重量同じでも、値段はほぼ半額。ちなみにこれおいくらなんですか。これは36万3000円ですね。36万3000円、はい、しかもハンドルもついてきます。ハンドルもついてくる。はい、で36万3000円、はい、そうです。一体型ハンドルついて、当然ながらシートポストもついてきます。しかもデザインも悪くないっすよ。かっこいいっすよね。そうなんですよ。はい、グロスブラックで、グロスブラックで、はい、ちょっとどこのメーカーか言えないけどって言ってたじゃないですか、はい、この辺似てますもんね。そうですね、似てますね。まあ多分皆さんなんとなくあそこかなっていうのは察知してくれると思うんですけど、はい、多分おそらく皆さん頭の中浮かんでるそのメーカーです。、はい、これ実際結構売れてるんですか今。そうですね、初めてばっかりですけれどもお問い合わせは結構多いですね。あ、多いと、はい、在庫もあるんですかね。そうですね、在庫もまずまずありますね。カラーとサイズによってはちょっとないものもありますけれども、入ってきたところなので、まずまず入荷、在庫あります。なるほど、はい、それ以外に何か同じようなあります、これから勢い出るぞっていうの、はい、もう一つですね、こちらですね、ウィンスペース。ウィンスペース、はい、ウィンスペースの中で T1500 っていうフレームなんですけれども、もう見ていただいた通り、エアロフレームで、やはり先ほどセカのような感じで、重量も軽いですしお値段も安いという感じですね。これなんかね、沖縄の YouTuber のコンポデリングさんが乗ってて、ね、結構火ついた感ありますよね。そうですね。で最近でしたらね、日本のプロチームのスパークル大分っていう、そこのチームも乗ってますんでね。なるほど、はい、デザインもね、この僕ロゴが結構好きで、あ、そうですね、今風ですもんね、うん、今風っすよね、はい、これ今完成車で販売してるやつですか。そうです、そうです。これいくらですかね。完成車でね、アルテグラ DI2 ついてるんですけれども、しかもこのカーボンホイール、はい、ルーンハイパー、ルーンロードですね。ルーンロード、はい、ちょっとスポークだけがカーボンスポークではないというタイプなんですけれども、49万8000円。安っ。これちょっとうちのオリジナルですね。え、これ買おうかな。買ってください。え、買おうかなと思うぐらい安いですね、これ。サイズもちょうどいいぐらいじゃないですか。その値段でこれ でホイールついてでしょ、だって。そうなんですよ。カーボンホイールですからね。しかもアルテグラの電動 DI2 12速の方ですから。これは安いわ。最近、やっぱロードバイクが年々高鳴ってるじゃないですか。そうなんですよ。そういう時に、やっぱこういうメーカーがあると、はい、やっぱ選択肢が広がるというか。そうですね。いいですよね。まさに。はい。特にね、レースとかする方ってやっぱり落車の心配がどうしてもね、つきものなので、そういった方はもう壊してしまうと心配なので高いもの買えないと思うんですよね。そういった方にこの辺の完成車っていうのはおすすめになりますね。ちなみに金森さんも結構ガチで競技されてて。あ、そうですね、昔は。で、はい、そのつながりでかどうかはちょっとわからないんですけど、 GC の土井ちゃんとも仲良いんですよ。あ、土井ちゃんね。土井ちゃん元気ですか。土井ちゃん見てるから。まあ選手関係はみんな結構仲いい人多いですね。なるほど、はい、そういう裏話聞きたい人もぜひベッコンさん来てねっていう感じですか。そうですね、かなり裏話持ってますけれども、あんまり言うとね、僕の方も暴露されるんでね。ちょっとあんまり言えないこともありますけど、まあちょっと面白い言える話はたくさんありますんで、ぜひ聞いてもらえたら。ありがとうございます。はい、言いますね、はい、ありがとうございます。はい、という感じで、今回、ベッコンさんにて勝手に市場調査させていただきました。今回はね、フレームであったり完成車っていうところを市場調査したんですけども、次回以降でね、ホイールの市場調査もベッコンさんでさせていただこうと思うんで、そちらもぜひ見ていただけたらなと思います。ショップならではの目線でいろんなこと聞けたので、割と面白い動画じゃないかなと思うんですけど、はい、どうですか。そうですね、僕らね、正直もう一番心がけてるのが、親友が買いに来た時にどういう、売り方をするか。お客さんでありながら仲のいい人に変な売り方しないじゃないですか。必要なないものは必要がないとか、
もうはっきりとその辺はねお伝えする姿勢でやってますので、まあ、本当に何でも相談していただければと思いますね、はい、という感じで、はい、今回の動画は、ベコンさんにて勝手に市場調査という動画でした、今回の動画ね面白かったよっていう人は、グッドボタンとあとは是非ともねあの次回もまたベコンさん出るんでチャンネル登録をしてください。お願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。汽車を待つ君の横で僕セカの下でセカセカしてました。これが AD 藤本の世界か。世界だけに、あ、世界だけに世界。僕より上手くやめてもらっていいですか。いつもいつも。あ、もう一個なんか言おうかなと思います。あ、ごめんなさい。